空といえばエアマンですよね。デレデレテン、気がついたら同じ面ばかりプレイ、そしていつも同じ場所で死ぬ。テテレテンテレテテテテテテ、諦めずに消える足場に挑戦するけど、すぐに下に落ちるよ。テテテ、ウムに所属すれば楽にキャンタ君落とせるけど、何回やっても何回やっても富永すら落とせ、ライオンはロキャンタは何回言っても答えない。後ろに回って距離は置いても、フォエトとかとコラボするスタンプ連打試してみたけど、もともと嫌いじゃ意味がない。だから次は絶対勝つために、僕は P さんだけは最後まで取っておく。ああ、全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部がタクです。すいませんね、全然関係ない歌になってましたね。なんか最近カンタ君事情どうなんですかみたいな、よく来るんですけど、まあ依然として気持ちは変わってないんですけど、ちょっとなんか絡みすぎてマジで嫌われてきたんじゃないかなと思って弾いてみたところですね、なんか亡き者になってきたんで、これまずいぞと思って。わかる。まあこの話置いといて忘れましょう。今日の僕の動画はですね、まつわる系の怖い話シリーズでございますね。以前山の話、そして海の話しましたんで、まあ陸海と来ましたら、そうだね、プロテインだね。エビバリエビバディパッション。早速空にまつわる怖い話や都市伝説紹介していきたいと思います。1つ目、ケンタッキー肉の飴事件。はい、これ有名ですよね。概要をぎっくり話すと、1876年の3月、アメリカのケンタッキー州でいろんなところに赤身肉の断片が数分間空から降ってきたっていう事件なんですね。どんな事件やねんって話ですけど、大きさがだいたい5センチから10センチぐらいのものでして、この現象が当時あのニューヨークタイムズとかそういったメディアで複数取り上げられて話題になったんですよ。でこの事件の怖いところが、このお肉は何のお肉だったのかっていうところで、普通に飛騨牛とかでも怖いんですけど、この落ちてきた肉を食べた男性が2人いたんですね。いや上空から落ちてきた肉食う、どんな胃袋しとんと思うんですけど。でこの食べた2人が言うには、鹿か羊やなって言ったらしいんですよ。でこれを博士というか、まあ、専門の人が調査したところですね、馬か人の肉だったんですよ。人、この限りある種類の中で外した2人も怖いんですけど、人ってなんやねんですよね。これはね、一種都市伝説化してるものではありますけど、じゃあなぜ空から落ちてきたのかっていうところが、まあ、実はこれ大体結論づいてるらしくて、それがハゲワシ、そしてハゲタカのゲロ。はい、ゲロ。なんかこやつらの習性で獲物を詰め込むだけ詰め込んで時間をかけて消化するっていう食べ方をするらしいんですけど、緊急で飛ばないといけなくなったら消化を中断して吐くらしいんですね。さらに一匹が吐くと真似して仲間がもらいゲロするらしくて、まあ、消化中に緊急で飛ばないといけないってなって吐いたんじゃないかっていうふうに言われてますね。なので一番怖いのがその吐いたものを食った2人ですよね。しかもそれ食って鹿羊言うてますから、まあ、あんまりこういう方するとあれですけど、頭良くなかったのかなと思いました。次です。2つ目、パイロットのタブー。はい、こちら先輩芸人に突っ込むとき、だいぶ先輩ですけどって一拍置いてどつくぞでおなじみ宮迫さんがテレビで話したゾッとする話なんですけど、まあ、これ僕大好きで、まあ、ちょっとかいつまんで話すんですけど、なんか渋谷のバーで飲んでたときに、隣に先輩後輩といった感じの男性2人組が飲んでたらしいんですよ。結構酔ってて年上の方が見てますよって言ってきたらしくて、でそっからですね、まあ、男性が、私実はパイロットをやってまして、普段テレビあんま見れないんですよねみたいなことを言うんで、まあ、この宮迫さんがパイロットをやってる方に会ったら聞いてみたかったことがあったらしく、ごめんなさい、あんまり聞いちゃいけないことかもしれないんですけど、 UFO 見たことありますかって聞いたらしいんですよ。そしたらその男性が飲んでいたグラスをね、テーブルにカーンって置いて、あるに決まってんじゃないですかと言ったそうでして、そしたら隣にいた後輩が、まるまるさんダメですってって偉い勢いで止めるんですって。で男性は、やめるから俺関係ないんだよつって詳しく話してくれて、でその内容が、実はパイロットっていうのは定期検診があって、その検診で必ず何か見なかったかと聞かれると、そこで実は UFO 見ましたって言うと、すぐさま飛行機を降ろされると、あなたは精神に異常をきたしてるからということになるから、絶対に飛行機を降ろされる、そもそも UFO なんか全員見てますと、数なんか数えられないですよってことを言ったってことで、でこれ後日談があって、お父さんがパイロットだったっていう知り合いに会った時にその話をしたらしいんですよ。そしたらその方が、宮迫さんそれ言っちゃダメなやつですと。でその方曰く、航路上にものすごいでかい UFO がおったらしいんですね。でこの飛行機は避けれても、後続の飛行機が危ないから、正義感で UFO がいますというふうに伝えたら、3日後に地上勤務になったっていう話があるんですよ。この話で実際調べてみたら、その定期検診っていうのはあって、少しでもね、鬱の要素があったりすると地上勤務になるっていうのは本当だみたいなのたくさんありましたね。この企画でね、この話僕も思い出したんですけど、まあ、もしねパイロットだった方とかいればね、本当なのかちょっと気になるとこですよね。まあ、でも海外とかは結構認めてるんで、そんなことないらしいんですけど、まあ、何回聞いてもゾクッとするなと思いますね。
次です、3つ目、米国史上唯一の未解決ハイジャック事件。はい、これねテレビでなんか最近よく取り上げられてますけど、1971年ノースウェスト航空11便が飛行中にですね、ドリンクを頼んできた CA に代金と一緒にメモを渡した男性の乗客がいたんですね。そこにはこう書かれていました。自分は爆弾を所持している。この男ってのがダン・クーパーっていう偽名で登場したハイジャッカーだったんですよ。彼は20万ドルとパラシュート4つを要求。シアトルタコマ国際空港到着後ですね、乗客36人と乗務員2名が降ろされたんですけど、何も知らない乗客たちは給油のためだと信じてパイロット2名を人質に乗客を乗せたまま飛行機は再び離陸したんですね。でこのクーパーはメキシコシティに向かうように命じたんですよ。そして機体を高度3000メーターぐらいまで低空飛行させて、クーパーは札束が詰まったリュックを背負って後部ドアから飛び降りたんですよ。でこの時後ろから戦闘機2機追跡してたんですけど、まあ、見失って結局捕まえられなかったんですよね。なので簡単に言うと、犯人は高度3000メートルからスカイダイビングして逃走してるんですよ。で FBI は犯人はおそらく熟練スカイダイバーか空軍で訓練を受けたやつだって結構容疑者挙げたんですけど、逮捕まではできなかったんですね。でも最近これ2018年ぐらいに犯人が新聞社に送ったとされてた暗号があったんですけど、まあ、それが解読されて差出人の特定ができたらしくて、まあ、それがこの発覚当時カリフォルニア州サンディエゴに住んでいた御年70歳を超えたベトナムの機関兵ロバート・ラックストローという方だったんですよ。実はこの方最初から最重要容疑者として FBI からマークされていたんですよね、まあ、だからこの男性が犯人で、まあ、生き残って逃げ切ったんじゃないかと言われてるんですね。ただあとはお金がね川に錯乱していたってこともあって、実はこれ犯人は着陸失敗して亡くなってるんじゃないかって説もあるんですね。真相は直樹マンに聞いてください。最後です、4つ目、星出明彦さんに警告。はい、これ最近起きた出来事でねちょっとゾクッとしたんですけど、宇宙飛行士の野口さんがね最近地球に帰還されてこれ話題になってるんですけど、そのちょっと前ぐらいにこれ同じく宇宙に行っておりました星出敦彦さんらを乗せた宇宙船にですね、アメリカ宇宙軍、これ最近できたところですよね、ここが未確認物体の接近を警告していたというふうに報じられて話題になったんですね。これ搭乗していた民間宇宙船のクルードラゴン、日本時間の23日の夜にアメリカのフロリダ州から打ち上げられたんですけど、その7時間後ですね、アメリカの宇宙軍から連絡を受けた NASA がですね警告出したんですよ。まあ、その内容が未確認物体がいて、それが宇宙船のかなり近くまで接近の可能性があるから、すぐに宇宙服を着用して着席しといてくださいって言ったんですよ。ただ26日発表があって、その内容が物体は存在しなかったって訂正されたんですよ。じゃあ何だったのって、管制塔で食ってたポテチのカスがついたモニター見間違えたとかって、多分これ本当はいたんじゃないかと盛り上がってますね。まあ、宇宙に自分が行くってだけでも怖いのに、未確認物体来てるから注意してねとか言われたら漏らすよね。いや宇宙に行く人すごいなってつくづく思いますね。はい、というわけで今日は以上です。まあ、空にまつわる話ね他にもたくさんありますんで、気になるなって方はぜひ調べてみてください。今日は以上です。あったかくして寝てください。それではおやすみなさい。ビューン。